当たる気がしない誰も当たる気がしてないと思うややばいゲモンもうちょいこっちの方がいいすごくないメンツすごくないもう本当にちょっと料金1,000円ぐらい上乗せしてもいいぐらいちょっとヒートテック見えそうな話じゃない でゆいりちゃんも出るでしょうでなーちゃん出るでしょうほんで十三期さん勢揃い,いじゃない 13期全員に14期にで15期私だけでしょえそうおんちゃんなんか別の仕事をそうこの日程聞いた瞬間に「えおんいないの?」って言ったらいや別の仕事あるって言ってて。 で音が出たら多分音が私が今回入るべきだった音のいつものポジションに入って多分そのもう一個の今回おりんが出るんだよね多分おりんが出る私がいつも最初にやってたあのポジションが多分私みたいな感じのメンツだと思ってたんですよ。 そうでもねこのメンツが集まるのは多分誰か卒業発表するんじゃないかってまたふざけて言ってたんですけど。 すごいよね。あありがとうそれやめて <laughs> やめてもらってそうでもだしない誰も多分しないけどあの大丈夫よ <laughs> し多分昔の木体に近いんじゃないオリジナルの木体に近い状態のパフォーマンスになるんじゃない そう,そうなんだよね5日前だしね多分ね皆さんねあの置いときますわチップの箱。<laughs> 今日の あの公園良かったなって思ったらここにお金入れてくださいみたいなチップ置いときますわ私 <laughs> そうそうよかったらチップ制度しよう日暮らしの時投げ銭制度しようほんと 公演の最後花束投げよう舞台にみんなでフィギュアスケートみたいにあそう客席回って網で回収するわ <laughs> さんの人形じゃダメですかあの袋に包んで投げてねかわいそうだからそうスパチャ配信の人スパチャねみんな。 おんんちゃんのぬいいいぐるみ作ればあのさ今劇場にさ久しぶりのリップグラスのさあの等身大のパネルあるからそれ持ってきてさずっと置いとけば片隅に邪魔にならないところに。 めっちゃ奥ないパネル置いとこうよね、花道のいっちゃん奥の使わないとこ置いとこう メンバーがよく見学してるところに置いとこう <laughs> 見学しに来るのね恩ちゃんがねあごめんねパキッてやっちゃってパキッてやっちゃうんですよ癖で。 鎖骨綺麗まさかのあ,ありがとうだからもういろんなさあのそのフィギュアスケートのその花束システムとあとんちゃんいないからパネルを置いてでチップのシステム作るために最後の入り口出口に。 貯金箱みたいなの置いといてチップシステムとあと投げ銭システム入れてこ,これで完璧 <laughs> なんちゃんの生誕祭。 なおちゃんの生誕祭だけどシンプルにメンツが良すぎ <laughs> もう普通に二度と見れないメンツ多分メンバーを考えてるスタッフさんも楽しかっただろうさぞ。 私だったら楽しいもん国家聖書で始めるもう急にスポーツも入ってきちゃったね <laughs> 急にスポーツ入ってきちゃった <laughs> いや十三期さんが揃うのも嬉しい,いや牧場なうですバレてるこのあとやるであろうりんご生誕が牧単い,いだったらどうなるんだろうねゆうりちゃんの生誕祭 みんな生誕だからねお祭りだから <laughs> ゆうちゃんゆうちゃんとでもどうするまたおんちゃんでまた集まってさまあ、おんちゃんがどこでやるかわかんないけどで さんの,2月おん,ちゃんの1月で集まってもぎさんの2月で集まってまたいっぱい始まるかもねゆうちゃん誕生日6月です今ね生誕がさもうなんか自由だよねだいぶ順番とか誕生日前だからこの日とか先やってとかじゃないもんね今ね やりたい人から生誕やってくシステム <laughs> だから私は去年はそのシステム知らなくて挙手制みたいな生誕知らなくて待ってたら来るかなみたいに今までがそうだったからしたらなんか来なかったからこれ半年経つよって思ってで僕たいで生誕やりたいってなっていいよってなってメンツ手焼きに私は別にメンツを揃えたつもりはなくてやりたいなと思ってて。 生誕できまっつってやってあのメンツみたいな感じだったから。 そのうちねユーナーもギオンもね揃ってたんですよその時はまたそういう <laughs> 楽しくね できたらいいねいねっぱいそういう夏夏メンが集まって <laughs> 懐かしいメンツが集まって昔は私たちも研究生で公演をやってたんですよってその頃を知ってる人が今どれだけいるかっていう話だよねみんなで初日歌って踊って。 ごめんなさいねとか言ってるけど悪気はない大人になりました大人になりました もうなんかさ、歌とかもななんかなんて言ったらいいんだろう普通にもう身を任せられるよねそのメンバーだったら。五大ドームとかも一緒に回ったメンバーたち。 そ,そう思うと本当と青春って感じだよね不安とかなか心から張っちゃけそうえ心から張っちゃけるよ私は <laughs> 私人の生誕だろうがなんだろうが公演を楽しむタイプなんでてか私はあんまんか楽しむ以外の感情でやってないんですよね公演を <laughs> それもどうなのかって言われたらどうなのかって話なんだけど 公園楽しい以外の感情見つからないんですよねそう楽しんだもんじゃね そうな々ちゃんの,なのちゃんからね配信を始める2分前にさ「今日もスパラターンですよ」みたいな感じで <laughs> 連絡来てたんだけど「ごめんあと2分後に愛人をするよ」って,ってピーン <laughs> ってなりましたまた今日も多分。 塗塗塗塗り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 します毎日はしてない毎日はしてないけどスプラトゥーンしてますよなんかこの前ちゃんと持ってこうって思ってちょっとやって S にしときましたあのー、腕前だから何なんだか。 したらおっそうって言われました <laughs> いつもスペアやってるナ,ナと合ってるのはってないかもうーんすごい頻度で合ってたりとか合ってなかったりするけど合ってないかもしれんちなみにお部屋でねハットかぶってるかぶんないかぶんない寝癖でも気にしないもん <laughs> メンバーとったじゃんそうで麻雀やったらしいねそうそう見た見たツイッター私最近全然麻雀やってなさすぎてルール忘れそうチョンボし,し散らかしそうじゃんそうは言ったことないんですよまだ 売り店はよくやる <laughs> 難しいよねマージャンって軽い女ふざけんな重すぎる角の。 ね、7時間打ってたってツイートしてたね見た見たそれを見たんよ7時間はすごいね私集中力続かないんだけど集中力のみの,のみだから <laughs>。 のみみたいな集中力してるからさあそう101匹ワンちゃんです。 ねマージャンはねお父さんしかできないからうちの家族。しその私のさ周りのさ普通の友達とかもさみんなもう私って社会人1年目の年なんですけどみんな社会人になっちゃったからもう本当になんかそういう「集まってやろうよ」みたいな,なんかないんですよ。明日仕事あるみたいな。 早く寝なきゃみたいな感じだからだからメンバーとかがそうやってなってくれるとマージャンってさ時間かかるからねそう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 多分とんぷうだけでも普通に1時間かかる時は1時間1時間弱ぐらいはかかるからもう親が一生回らなければ終わんないし。 そんな月に私はもう安い手で「親流し」とか言ってガンガンに上がってっちゃうけど一冊「親流し」とか言ってトイトイとかで上がっちゃうそうねもうなんかそう思うお正月とかになるよね はさんはさん,んじゃないやなん,なんだっけ持ち点なくなっちゃうのはさんでいい <laughs> 今日からじゃあはさんね飛んだか飛ぶとか言うよね箱みんな箱って言ってる。 ちちょ、ちょっとお魚釣っててめちゃめちゃ集中してるお釣るとさサーモンを釣りました <laughs> <laughs> りふざけんな むすぎるつの今日のまなみのピアスかわいいえいつもあ今度の今度のっていつ <laughs> いや,やってないやってない道具全然いらんもんだってバケツとかバケツくわ に関してはいらんからやってないねえみかん食べたから爪黄色くなっちゃったあ今日も3つ食べましたちゃんとこの後も食べます <laughs> この後も食べます怒られる怒られる。 親に怒られることをこんなにもポジティブに怒られる怒られる言ってる人も少ないと思うけどみかんはすぐ黄色くなるねっていうかさ牧場物語さ 同性でも結婚できるんだけどやばいバッテリーないそう結婚できるの結婚の儀を大親友の儀っていう名でできるんですよやっぱあと5パーだ。 ダルメシアンみたいな柄でかわいいなダルメシアンのキャラクターのやつなんでめちゃくちゃ合ってますえそう私もりんちゃんかなんか んちゃんかなと思ってるんだけど結婚するなら。 やばいずっと TikTok の曲流れてる「ちょっかわいくてごめん」のやつ。 <laughs> 離婚はねないと思うそう別れられるよなんか結婚する前に戻るっていうのをなんかできるらしい。 ってことはディズニー好きなの、あそうですそうですそうですディズニー大好きちゃんですなんかディズニー大好きだよってものを見せたいけどなんかそんななんかディズニー好きですよ証明書みたいなってないもん、ね、なんだろうディアゴスティーニ買ってるぐらいディズニーの <laughs>、うんしかもママが ね、このハットバンされないんだねなんかこうやって遠くから見たらさ分かんなくない <laughs> <laughs> もう寒すぎて去年の一番あったかいっていうふうに思ってたズボンはいた <laughs>。 マナチの配信必殺寝っ転がりなんか配信用の背景欲しいようなぁいつもここで配信しますみたいな配信する場所欲しいよなぁどこいしょ あそう下はねあったかいパジャマにしました。 寒いよね今日も朝寒すぎてびっくりしちゃったんだけどもう布団から出れないから昼もなんかエアコンあんまつけない家で今日もずっとできるだけ自分の布団にいました今日も一歩も家出てない <laughs>。 もうこの引きこもりでは誇ってるもん私誇るべきことだと思うぐらいねーこれからもっと寒くなるのやだ今何分 35分ぐらいかじゃあ <laughs> 何分とか聞いといて、えー、配信1,000人ぐらいになったら終わろうかな今日は。

しようかなじゃ最近皆さん何しましたあ楽しみなことありますかはいお話し会以外 <laughs> 決めました今話そうダイお話し会以外ですよ。 なあちゃんの生誕祭当たるかどうかは別として楽しみなことだからいいんだよそれで当たるかもしれないしねうんいいねお城ねハロウィンが楽しみな人おる子供子供だねもらえる側だからだろうね あの「子供だね」ってバカにした「子供だね」じゃなくて「子供だからもらえるからいいね」みたいな感じ。私は来週のその公演とあとそのうち染めようと思っている髪と。 <laughs> いつ染めんだよって話だよねうんあと来月になったら買いたいものを買おうと思ってるのでその買うものと待って待ってもしやって今日もしや今日って波動だったかいやばみそビレたやばすぎ悔しい チームラインで2位でしたってきたあみそびれたー金髪やめてだってやめなー <laughs> バカおりダメですね欲しいものってのが気になりますねえたくさんありますたったら あそうだカニ道楽連れてかなあかんわ来月とレオパードも買いたいし。 がいいかなあ,あそうメイクポーチをね大体見つけたんですよね。でも良いとは限らない。 すごいオリントオンちゃん山形県行ってるんやツイッターをさ開かないからさ なんとか特別教室みたいなのやってるって。 幸福りいいねうらやましいなズッキーのダンスもめっちゃ良かったエリーまだ10代なんだわっか。 山形何あるさくらんぼ以外で山形のさくらんぼは食べるんだけどさ何あるかなそうだ 日本シリーズ今どううなってるんだろうさっきまで見てたんですよでも一喜一憂し散らかしてました回収8回表長いねやっぱりすごいね。 なんかもうシーソーゲームみたいな感じ恋なんていわばエゴとエゴのシーソーゲーム みたいね。 面白いよ野球野球は何でも面白い大体すごいヤンキーえもう誰かわかんない状況での配信 これでさ踊ってさティックトックとかにダンス上げてる人いるよね顔わかりませんみたいな感じでめっちゃキレキレですっごい上手なの。 フェイスラインでわかります。すごいね。こんばんは。こんばんはがいっぱいだ。口元でわかる。ち、ちっちゃい。<laughs> 口ちっちゃいよね。私。 なるほどねいつもとちょっと違うダンスでわかる、まあ、コンサートとかになるとね ヒートテック見えてる <laughs> 本当にこんなちょっとの、ね、よく気づいたねヒートテックです <Yeah. S 1> ね聞いてよ私の携帯のさこの紐付つけてた部分のこの金びら壊れちゃって紐がどっか行っちゃった行ってはないんだけど壊れちゃった悲しい紐欲しい4種類ぐらい欲しいんだよね紐なんか 服装にによよって変えられるように今日はなんかすごい男の人っていうかそのっぽいからメンズっぽいコーデだからちょっとひも太めのロープっぽい感じでかっこよく今日はかわいいお姉さん風だからゴールドの細いキラキラしたやつでお姉さんっぽく今日はちょっとスカートでガーリーだからお花がちょっと入っているかわいいやつみたいな。 今日はちょっと子供っぽいからビーズのやつみたいなさえちこも今日からスマホの日も販売した本当見ますなんかね何円以上買った人にはポーチをプレゼントみたいなのとかは見たストーリーで ビーズのやつあやっぱビーズなんだねスイムウェアまで打てるでえバッグかわいいこれポーチ付きキルティングラウンドショルダーかわいい ピンクってむずいよなやっぱこういうの無難に白か黒なんだよなえー、靴もそうチコの靴も欲しいなって思ってたから1万5千円以上か結構だな 可愛いなチコなんか困ったらチコの洋服を送っとけば大体何でも喜びますへえー、出てこないな。 図像もあるのかあーこういうのねかわいいそういう感じねもうこれ一個で私出かけられるんだけどスリーピースショルダーみたいなやつえー、ロゴ入ってるやつかわいいやっぱそうなると黒か白なんだよな でほんとにかわいい <laughs> 僕らの話の方が <laughs> ピンクもかわいいないや私まず ピンク身につけないんでですすよ携帯ケースピンク嫌もんなんなかこの前話したな髪色の話かなした時に「この髪色は嫌だ」って言ったら「赤とかオレンジは嫌だ」みたいなの言ったんですけど別に赤とオレンジが嫌いなわけじゃなくって赤い髪オレンジの髪が似合わないっていうか普通に抜けた時に色が汚いから好きじゃないみたいな感じなんですよ。 だから私の好きな色としてピンクとか黄色はあるんですけど好きな色ではあるんですけどそれを身につけようとは思わないんですよねだから例えばピンクのスマホケースにもしたことないし何だろうピンクの靴とかアクセサリーとかピンク好きだけどないんですよやんないんですよわかります だって皆さんレインボー好きですか虹とか綺麗でいいじゃないですかレインボーとかって発色綺麗ででもその洋服を着たいかって言われたら違くないですかピンクは似合うよ似合う似合わない置いといて着たいか着たくないかなんですよ私私自分で洋服買う時に着たいか着たくないかなんですよえこれ似合うとかなんか なみの体型だからこの方がいいんじゃないとか足遅いから足出しなよって言われることもあるんですけど私は「たくなないから嫌だってなるんですよ今日は足出す気分じゃない」とか今はもうんか最近足出す洋服買わないんですけどもう本当に何て言ったらいいんだろう私が「着たい」が「来たくない」かなんですよ。もうななんかローランドみたいな <laughs> 分かるあいつの間にかもう1,000人超えてただから別に嫌いな色とか好きな色とかじゃないんですよ洋服は着たいか着たくないかデザイン性っていうものなのでピンクが好きだからピンクを。 じゃないしピンク似合うからピンクとかじゃない私は似合う似合わないよりか自分が着たいか着たくないかなんでカウントバグってないって <laughs> はいということで線超えたのでそろそろ終わろうと思うんですけど私のそうパッションはそういうパッションで洋服を着ています だから例えばめっちゃブリブリのフリフリな服をファンの方からもらったとてネタ以外ででは着ないんですよそれは私が着たくないから <laughs> いやでもファンの人もね「ふざけててて送ってきてくるんですよ絶対着ないであろうこの洋服を送ります」って言って手紙を添えて送ってくるから絶対に私が着ないってことを分かっててふざけて送ってくるファンの方がいるんですけど本当に絶対に着ないです。 だからこの前のなんだろう地雷メイクの時とかそういう時には着るけどそれ以外じゃもう着ないですもんって感じです終わりじゃあ今日のラッキーナンバーはなんとなーくいっぱいコメントしてくれてるな今1位誰だ リさんかじゃありなおさん好きな数字言って <laughs> 100位まで13位以降の100位まで826 <laughs> ラッキーナンバー決めてるんですが。<laughs> じゃ大体いい26とか答えがちなんで82で。は、えー、のんたさんですナイスラッキー 引っ張りますよ。だって。<laughs> 引っ張らせませんよ。えー、13位、立つトマーク、学、え、び、ー、の並ぶ身が深いたっちゃん、ありがとうございます。12位、水星関さん、ありがとうございます。えー、11位、キちゃんとマーク、マナーチにお菓子プレゼント、ありがとうございます。えー、10位、シャンクスアトマーク、学びの甘やかし隊長、ありがとうございます。えー、9位、シーマ、<laughs> 千円。スパチャしてる人いる。 <laughs> ありがとうございます。え八位メイさんありがとうございます。七位ヘスターさんありがとうございます。六位新鮮玉ねぎさんありがとうございます。五位ギータカットマークマナチ骨まで愛せるありがとうございます。四位アンジーさんありがとうございます。三位グリさんありがとうございます。二位 STR さんありがとうございます。一位アリナオさんです。ありがとうございます。<laughs> ということでねなんかここに表示されるあのー、な,なん何でしたっけ。 えっと、ハロウィンのやつもいっぱいいっぱいありがとうございましたそう今日もコウモリがいっぱい飛んでましたねと一回結婚してきた気がするありがとうございますということで皆さんまた明日バイバーイ